お母さんがさ、いっぱい楽しいことやってくれたから、最後園長、こんなことでやって楽しませたいなと思って、こんなことやって。園長は、ちっちゃい時から、お母さんにいっぱい優しくされて、みんな人間はお母さんから生まれてきてんの。ね、お母さんが優しくしてもらえると、できたんだよね。燃えちゃった。